はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、インセクターハガです。こうすればよかったんだ。本日はですね、ビートルパーデッキがですね微妙に強化入ってまして、こちらご紹介していきたいんですけども、ビートルパークルエルサターンというね、この、ロイヤルが出ました。はい、ありがとうございます。この最強モンスターのが実装されまして、ちょっと強くなったビートルーパーを紹介していきましょう。このカードは結構強いんですよね。まず融合召喚条件めっちゃ緩い。ビートルーパーモンスタープラス昆虫族、まあ大体出ます、昆虫族デッキであれば。で、ビートルーパーにはね融合魔法があるんですけども、ランディングっていうね、これが普通にそのサーチができる融合魔法になっていまして、まあスティンギーランスとかの効果で、まあ、サーチしてくれば普通に通知できるんで、まあ結構出すのは簡単で、しかも融合召喚条件が緩いで、2番目、じゃあ1番目、このカードが特殊召喚に成功した場合、デッキからビートルーパーカードを1枚手札に加えることができる。モンスターでも魔法トラップでもいいです。これめちゃくちゃ強い、まあ、だからカウンタートラップをね普通にその持ってきて、まあ、構えることもできるし、まあサイクロン付きのその天下札も持ってくることができるし、あとビートルーパーモンスターと何でもいいんで、例えばアサトローラーっていうねモンスター1個増やす効果とか、まあ、スティンギランスを持ってくるとかもできるというところですね。これ非常に優秀。1番のサーチ効果で、2番目、このカードがモンスターの存在する限り自分は昆虫族しか出せないというところで、まあ別にね昆虫で来て本当この昆虫しか出せない縛りめっちゃ多いんですよ。こいつもついてるし、まあ、こいつもついてるしというところで、まあ、あんま関係ないです。で、3番目、昆虫族モンスターが表側で除外されたら除外されている自分のビートルーパーを特殊召喚できるということで、まあ、ビートルーパーって結構除外するギミックがいっぱいあるんですね。まあ、アサルトローラーとか、あと、それからこの、アームドホーンとか、まあ、除外して特殊召喚するみたいな効果結構多いんで、ビートルーパーを除外する機会ってめちゃくちゃ多いんですよ。だから、あと、魔法トラップの効果でも結構除外しますからね。墓地の昆虫族。というところで、昆虫族が除外されると、この、除外されているビートルーパーを特殊召喚できるっていう効果がすごい、使えます。はい、3番目の効果は。なので3番目の効果を使って、例えば、除外ゾーンに置いておいた、まあ、スカウトバギーを呼び戻して、スカウトバギーの効果を使うとか、あと、まあ、除外しておいた、この、スケールボム、これ妨害になるんですけど、スケールボムを、まあ、普通に呼び戻しておくとか、まあ、一回使いま、終わったスティンギーランスをもう一回、次のターンで出すとかね、いうことができるんで、これね、すごく優秀。使ってみたらわかるんですけどね、これ。めちゃくちゃその展開が伸びるようになったので、これはっきり言いますけど、展開力やばくて、何やっていいか分かんなくなるレベルです。なんかドラゴンリンク感ある。もはや。展開できすぎて。なんか盤面にね、昆虫めっちゃ並ぶから、なんか逆にね、足りない。6枠では、モンスターゾーンが。っていうレベルで展開できるんで。早速ね、この圧倒的展開力をお見舞いしていきましょう。デュエル。スタート。最近さ、なんか診断のペースが、あまりにも早すぎて、診断で実装されたテーマは捌ききれてないんだよね。ビートルーパーとかもなんか1個ぐらい前のパックなんだけどさ、捌ききれなくてちょっと本当に申し訳ございません。ちょっとドグバルのニードルを効果によって、ツインボを持っていくで革命家の、デッキなんですが、これ革命家のデッキね結構ね展開力すごくてね、まあ、ヒッチロピンの数かける200倍の大ダメージよしで、あと相手なんもなそう、めちゃくちゃこれ展開できますよこのハンド。ちなみにビートルーパーと、相性がいいのは昆虫族の特殊召喚できるテーマ、なんかクローラー相馬とか、あと、まあ結構なんかテーマじゃないけど、なんかその特殊召喚できる昆虫みたいなやつはいっぱいいるんでね、こんな感じで、手札結構強いと、もう割ともうポン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 盤面に昆虫がいっぱい出てくるんですよね。はい、まあ、クローラー相馬くんがマジで強いんですけど、こんな感じで、まあ、展開していけばいくらでも、まあ、展開はできるというところで、でピコパレーナで、デッキから強心中を引っ張ってくるみたいな動きは割と基本ですよね。はい、これちなみにマジでドラゴンリンク並みに展開してきますよ俺。ドラゴンリンク並みに展開するかこのデッキ。早打ちのアルバレーナ、これ難しいな。早打ちのアルバレーナ、ちょっとね展開力そんなにないかもしれないな。アルバレスト、いや、まあちょっとツインボーの方がなんかいらないから今のところはね。で装備するっしょ。これはドローをしちゃって良さそうですね。これ全部昆虫の場合はドローに変えてもコストが足りるんで、問題なさそうで、3枚戻しでワンドロー、なんか強いかと引け、お悪くないね、悪くないね、これ非常にリモールといいカードが引いたかもしれないよ。で、ここでインビンシブルアトラス君出していく。で、レゾナンス効果発動。墓地を食らったため、
上級の昆虫とモンスターを持ってくることができるというところで、まあ、マイティネプチューンでいいかな、これは。まあ、ここでね、クローラソーム持ってきたりするパターンもあるんですけども、まあ、今回はクローラソームから入ってるんでいらないというところで、デッキからビートルーパーモンスターを特殊召喚。で、ニードルを墓地に送ることによって、スティンギーランスでいいかな。スティンギーランス特殊召喚。で、スティンギー効果発動して、なんだっけ、カウナートラップ持ってきて、こっからですね、展開を伸ばしていきたいんですが、あ、これ盤面これ展開力やばすぎて、どっか入ればいいか分からなくちゃ。アームのホーンで3枚除外して特殊召喚していく、墓地からで、レゾナンスインセクト効果発動。これはですね、なんだっけ、バギーを蘇生したいんですよね。これをちょっと、使っていこうと思います。で、早打ちのアルバレストを召喚して、アルバレストの、効果を発動。アルバレストは、自分の墓地からモンスター特殊召喚できるんですけども、ちょっとマジで展開力やばいな。ちょっと盤面が開かねえぞ盤面が開かねえんだけど。これで融合するじゃないですか。で、クルーエルサタン君出すじゃないですか。OK。で、クルーエルサタン君の効果発動しまして、これビートルーパーカード何でも持ってこれるんですよね。魔法トラップでも、モンスターでもいいんですけども。で、これでアサルトローラーでいいか。アサル、これマジでやばいな。ちょっと盤面が、1個足りない説まである。アサルトローラーか。で、盤面開けたいから、ここでリンクするっしょ。で、セラフィンパピオン。これ、相手のターンにね、ビーフォース、ニードル、これはね、まだ。ニードルを、蘇生できるの結構強くて、で、アサルトローラー効果発動して、ゲームからカード除外する、これでね、スカートバギーで、スカートバギー除外して特殊召喚。で、そっとクルエルサタン効果、昆虫除外されたんで、除外されているビートルーパー特殊召喚できるんで、ここでスカートバギー。で、スカートバギー特殊召喚効果、スカートバギー呼ぶ。これ、こんだけさ、なんかこねくり回してまだまだ展開してやばいよね。マジで、ほんとドラゴンリンクバリの展開力あるでしょ。ははははは。うん。マジで、インセクトリンクと呼ぼう。で、カードを1枚セット。これ、あれだな、あれだな、なんだっけ、ね、マイティネプチューン出す場所ねえんだけど、展開力やばすぎ。ちょ、あかんな、これ、本当に。やば、時間ない。エンドフェーズ。で、相手のターンに入った瞬間に、セラフィンパピオンで B フォース、毒倍のニードルを蘇生して、一応効果無効をもう1枚構えるということで。ですね、今ね、妨害数すごくて、これ、実は。これ、あれだな、スティンギーランスとかでよかったな。手札のマイティネプチューンにこれ浮いてるから。これ、やばいな。一応、まあ、カウントトラップ1回、まあ、無限法要が一応1回。で、特番のニードルで1回。まあ、地獄ゼミ王、ドローカーストキングで1回なんで、これ、普通に4妨害ぐらいあります、これ。この場面、4妨害ぐらいある。すげえな。妨害力そんなあるみたいな。これ、あれなんじゃねえか。元祖、展開激長デッキやんじゃない相手、これ。これ、ドラゴンリンクスなんだ。あ、ピコパレーだ、これ。あれなんだ。闇なんだ。なるほどな。これビーステッド食らうのうざいな。これビーステッド食らわない属性なんですけど、大体。割と食らっちゃう時もある。マグナムートか。マグナムートは別にいいか。そんなかも関係ないわ。今関係ない。で、今、ニードルとローカストキングの無効と無限法要および、それは無効にしよう。はい。レベル4ね。オッケー。レベル4で、なんか表側のカードを置くみたいな効果あるんですけども、それはさすがにあかんので、まあ、無効にしていきたいといったところですね。毒牙のニードの効果発動して、アサドローラーを持ち送ってルベリオンの効果を無効で、置けない獣置けない福楽院置けない、まあ物騒なことやめましょう。そういうマジで福楽院が一番やばいから。アドバンテージ獲得能力エグすぎだろ、あのカード。おっと、ワイバースター強いじゃないか。やりよるな。ワイバースターからの、リンクからのストライク？ストライク？ス
ストライカーは無効にしちゃっていいんじゃねえかな。ワイバースター、なるほどな。あー、無限包容打ちますか。ここさ、多分さ、なんだっけ、リボルブートセクターなかったらさ、多分さ、盤面にモンスターそんな出力できないと思うんだよね。無限包容打って、で、ロムロス出てくるようならロムロスを無効にしちゃえばいいから。なんなら全部無効できるからモンスター効果。はい、まあそれはいいわ。クラップサメントはいい。でスライカーここ無効で、まあ多分ロムルスとか、まあその辺のモンスター出すしかないと思うんだけど、ドラゴンリンク VS インセクトリンク結構熱いな。ドラゴン、あー、オッケー、ロムルスね。でロムルス効果発動。いや、まあこれカウンターでさ、これしょっちゃった方がいいんじゃないかな。これモンスター消した方が多分いいと思う。リンク値を、盤面からリンク値を消すことによって、まあ、展開を伸ばさせないという話ね、これ。ちなみに妨害はあと1回残ってはいます。ローカストキングくんが、ローカストキングくんの妨害が1回残ってるだけで、あとはないっす。はいはい、まだ動けるね、強いね。いや、あのデッキなかなか手数あるからな。さあ、シンクロすんのかリンクすんのか分かんないけど、ま、でもだいぶリンク値削ったんで、そんなになんかやばいことは起きないと思うんだけど、あ、カオスルーラーね。いや、それはね、ダメだね。ダメ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 。ローカストキングの効果。オーバーレユニットを一つ使って、相手の、効果を無効にしながら、昆虫族モンスターの表示形式を変更するか、なんか守備力を500アップするかみたいな効果なんですけども、殴られないようにしたいから、ちょっと地獄攻めをローカストキングの収録上げればいいか。アーゼルス様入ってないから別に大丈夫だと思うんだよね、このデッキ。はい、オッケー、よし、いいぞ。オッケーオッケー。さあどれが、おお、セラフィンパピオンね。オッケー、セラフィンパピオンがどっか行く。あ、クルエルサタン残ったわ、でかい。クルエルサタン、ちなみに毎ターン効果使えるんで、カード除外されればまたビートルーパー蘇らせられますからね、除外ゾーンからね。あ、マグナムーとかいいだろう。ビートルーパー君の展開力を舐めるんじゃねえぞ。圧倒的、圧倒的展開力でてめえの盤面はさらちにしてくれるぜ。俺のターン。あの癖から何？クロラ相馬、なるほど。相馬君いんのか。とりあえず、ランディングの効果発動して除外したら、除外ゾーンからビートルーパー蘇らせられる最強。これ多分ね、あれだね、除外ゾーンから、ステンギーランスが蘇生できるのめっちゃ強い気がする、これ。はい。で、ステンギーランスは特殊召喚に成功して、これ効果有効なんでね、これ除外ゾーンから持ってきたの。で、ステンギーランス効果発動。さあ、これによって、デッキから、最強カード、ビートルーパーディセントを出るのに加えていく。これディセント君はちなみにあれですからね、3000以上の昆虫がいる場合、昆虫トークンを生成しながら相手のマジックトラップを破壊するというガチでやばい効果あります。さあ、相手の裏セッ、あー、墓穴か、なるほどなるほど、穴、墓穴確定していく感じか。まあどれでもいいや、別に。はい、どうぞ。スカートマギーどうぞ。まあ、今はそんな関係ありません。まあうざいはうざいですけど、まあ関係ありません。はいはい、 OK。 でディセントで昆虫出てきて、カードはまあ別に破壊する必要ない。相手ちゃんとテキスト読んでて偉いな。俺だったらなんか適当にスルーして墓穴打たずに破壊されてそうだわ。で毒針のニードルとトークンでピコファレーナ出して、でピコファレーナ効果発動。クロラソーも今いらねえか。で自分のモンスター素材にするやつはどれかな。まあこれか、ステンギランスを素材にして、あー、バルドレイクね。了承。はい、で出てきて、でピコファレーナ効果、レゾランスインセクト装備、ピコファレーナ効果、ま、ドローに変えまして、ピコファレーナのドローも結構バカにならないんですよね、これ。アドバンテージ的に、おー、いいね、いいじゃん。ガードマンティス、フライングマンティスの究極進化系ね、これ。で、アトラス出しに行く説。だから打点並べた方が、
相手多分困るんで、でこれでアームの方を出して、でレズランス、やべえ時間ねえ時間ねえ、やべえ、あとバルドレイクの効果相手使われるかな。なんかとりあえずあれですよ、この人は対象になりませんから一応除外できません。ちなみにチナ、いけ、インペッシブルアトラス、そして、墓地の昆虫族モンスターの魂を3枚ゲームから除外することによって現れろ、ベアグラム、さらにレザランスインセクトの効果発動、ゴキボールを墓地に送ってゴキボールの効果、やばい、マジでマジでマジで時間ない、やばい、ゴキボー、ゴキボール、え、バトル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 、いけ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 ガチで時間ない、あと残り5秒、頑張れお前ら、危ない、オッケー、展開力がやばすぎて時間が足りません。対戦ありがとうございました。いやー、まあ怪獣あるからワンチャンって感じか。なんかね、展開力でねゴリ押せる時はあるんだよね。なんかあまりにも手から昆虫が出てきすぎて、なんか普通になんか、あれなんかまくれたんだけどみたいな時はね結構あるからね。まあ言うてね、この時まあまあ増殖するしめっちゃ重いけどはい、まあ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 やりますよやっぱり。はい、スケアクローライヒハート、なるほど、スケアクローライヒハートくん一体でリンクか、あーなるほどな。さあ一体全体、これは竜の警告が入ってるから一体何できた、これは。なるほど、イゾルでなのかな、イゾルで、あーなるほどね、はい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 、なるほど、イゾルデル選手呼び出します。あ、装備マフ4枚、はあ、パラディオンフェルグラント、なるほど、ドラゴン族レベルシャーチの、モンスター装備カード扱いでライダーじゃん、なるほど、でフェルグラント効果、自分の墓地からドラゴン族蘇生します、ドラグニティアームズ、レバテインからの、ライト&ダークネスドラゴンが、墓地を送られたので、レバテインが、特殊化してあれたらドラゴン族モンスター装備するライダー装備、でも知らないそれ、あフィールドのカード全部パスみたいな効果あるんですよね。ライダーくん破壊する墓地を変えた時自分の墓地のモンスター一体を、選択して特殊召喚フェルグラント効果、ドラゴン族レベルシャーチのモンスターを装備カード扱いで装備で、ライダーがぶっ壊されて、え、これあれじゃん、なんだっけ、あのレバライダーみたいな、だからループ入ってない、これこれなんかあったよな、あのレバテインとさライダーがさ、なんか無限にこうぐる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 してパラディンオブフェルグラント君の効果でドラゴン族レベルシャーチのモンスターを無限にデッキから装備するみたいなムーブありましたよね。待って、レバテインの効果でドラゴン族を装備します、チェーン1、それは2なのね、でチェーン1で全部破します、で破壊された場合のライダーの効果でレバテインが、墓地から蘇ってきてフェルクラントの効果でドラゴン族が装備されると。なるほど、アモルファクター最高、わからん、ドラゴンジアームズレバテインが、特殊が成功したのでまたライダーが装備されていくと。アモルファクターサイコの効果、これは何ですか、アモルファクターサイコ以外のリューマーモンスターというのが、なるほど、わからん、何をしてるんだ彼は。これは無限になんかループして一生ドラゴン族をサーチし続けるってことは、ちょ何がしたいのこれわからん、とりあえずめっちゃ長そうっていうことわかる、俺とりあえず展開めっちゃ長そう。誰、バルジ来た、フェルグランド、はい、あれなんかライダーがもう装備されてないからいいのか、聖国院、はい、神竜の聖国院、はい、ディアブロス、レベル8のモンスターが2体、バルジめっちゃ出てくるんだ、バルジ君めっちゃ出てくるんだ、テンペストも出てくるんだ、やばいね展開力、すごい展開力だね、はい、なるほど、とりあえずモンスターがいっぱい並んでいるな。でブラスター、やべえ、なんか青龍めちゃくちゃ出てくるんだけど、有効活用してんな青龍。
なんか水と地はね、効果最近見たんだけどね、あのね、強すぎて多分帰ってこないわ。あの、風とね、あの炎はね、まあまあ強いんだけど、まあまあ可愛いんだけど、効果。水とね、地のね、精竜ね、効果強すぎて多分帰ってこないわ、これ。あれ多分帰ってこれない。さあ、ジャイアントレーナーは草。ジャイアントレーナーは草。お前、いつまで回してんだよ、マジで。これ、あれだろ。絶対タイムアウト、タイムレスコンボ来るだろ、これ。剣のひらめき。なるほど。で、警告。何これ、マジで。何がしたいの、これ。わからん、わからん、わからん。ドラグニティレムス、墓地送り、ジャイアントレーナー効果。これなんか800ライフハラとワンドローみたいな効果ですね。はい。で、竜の警告、ジャイアントレーナー効果、ドロー、スキャクロアストラ、いた。モンスターだったら800バーみたいな。あれか、効果か。なんか左腕が見えましたけど。スカルデッド、どういうこと？ちょ、わからんわからんわからん。何してんの、これ。どういうこと？何これ。俺は一体何を見させられてんの、これ。